はい、ここ淡路島の洲本市にはね、ドラゴンクエスト記念碑があるということで、ね、やってきました。裏に書いてますね。ロトの剣とロトの盾。人生はロールプレイング。堀井雄二さんの生まれ育った地ということでこれが建てられた。クエストの記念碑でした。